はいえー、っと私セレプ 特任研究員の深夜と申します本日私の方からは赤ちゃんの発達科学というタイトルで当センターで行っております乳幼児の発達に関する基礎研究をご紹介させていただきたいと思います本日私の方からご紹介させていただきますのはセレップの以上の4部門のうちこちらの発達基礎部門発達基礎領域の研究ということになります 本部門の目的としましては眠る、食べる、遊ぶなどの基礎的な活動が、養育者や環境との関わりを通してどのように獲得されるか、そしてそれらがその後どのようにして健やかに発達していくのかといった問いを明らかにすることを目的としています。そのために乳幼児の体や脳に関する行動・生理データの計測を行い、乳幼児期の発達のメカニズムの解明や 新たなテクノロジーを導入した計測手法や分析手法の開発を目指しています本日の発表ですがまず赤ちゃんの発達を科学的に解明するということで赤ちゃんの睡眠と泣きに関する基礎研究をご紹介しますまた残りの時間で赤ちゃんの発達の計測手法を開発する取り組みについても少しご紹介できればと思っています まず、赤ちゃんの発達を科学的に理解するということで、赤ちゃんの泣きに関する基礎研究をご紹介させていただきたいと思います。赤ちゃんの泣きについては、育児をされているご両親や保育士の方々にとっては非常に日常的な光景でもあるかと思います。 ちなみにこの写真は私の息子は生まれた直後の写真でして今ではもう1歳2か月になってるんですけれども人生の始まりに大きな鳴き声とともに生まれてくるのが私たちの人の姿でもあるかと思います特に生後間もない時期というのは泣きの量も非常に多いと言われていて例えば一日に泣く量は生後12か月頃がピークなんですがその頃は一日平均2時間程度と報告されています その後徐々に泣きの量というのは減少していくんですが起きている時間のうちかなりの部分を泣きが占めることになりますまたこうした泣きというのは最も早期から見られるコミュニケーションの手段でもあって養育者にとっても特にまだ言葉を話せない赤ちゃんの欲求を推測し適切に関わっていくために非常に重要な手がかりであるといえます しかしこの日常のように目にする赤ちゃんの泣きなんですけれども科学的には実はまだまだ分かっていない部分が多いのが現状で例えば他の動物とか霊長類に比べるとなんで人の赤ちゃんとはこんなにたくさん泣くのかといったようなシンプルな問いについてもまだ十分に答えることができないのが現状でもありますというのもこれまで赤ちゃんの泣きを調べた研究の大半が赤ちゃんの声赤ちゃんの泣き声の声のみに注目していて赤ちゃんが泣くときに 赤ちゃんの体、つまり運動や生理学的な面で一体何が起きているのかといった点についてはまだよく分かっておりませんでしたそこで私たちは教育学研究家の多賀源太郎先生たちとの共同研究で赤ちゃんが自然発生的にく場面において一体どのような体の動きや発生が生じていてそれが生理学的な側面特に自律神経の活動とどのように関連しているのかを調べることにしました 本研究にについいいててては現在ののところ3ヶ月のお子さん32名にご協力いただきままして分析を行っています手続きとしてはこちらの右側の写真のように実験室の環境において赤ちゃんが自然発生的に泣き出す前後の自発的な体の動きを加速度センサーによって記録しまして同時に心拍数や体温などの生態指標を同時に記録しています。 それでは実際に赤ちゃんは泣く時の体の状態特に体の動きを見ていただけたらと思いますまず一つ目が3か月の乳児なんですが実はこれもうちの子供でで泣く前の体の動きになりますすみませんちょっと足が切れていて見にくいのですが仰向けの状態で手足を比較的こう流暢に動かしている様子が分かるかと思います この時期の全身性の動き、この時期の動きは自発運動と呼ばれていて、私たちのような予的な動きとは異なっていて、まだ自動的な要素の強い動きです続いいててこちらが泣いてから泣かの映像になります。 ちょっとあの赤ちゃんや親御さんには申し訳ない研究でもあるのですが本格的に泣き始めてから12分程度観察させてもらっています <laughs> 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 ご覧のように <laughs>。 手足の動きなんかも大きく変化していることは分かるかと思うんですけれどもやっぱり親からしてみると久しぶりに小さい頃の自分の子供を見るとすごいかわいいなと思ってしまいました <laughs> <laughs> 続きましてこちらが実際に赤ちゃんが泣き始めるまでの体の動きと生理状態の時間的な変化についての例になりますまずこの上側のグラフが体の動きに関する仕様の変化を表しておりまして で下側が自律神経、心拍の使用に関する使用の変化を示しています。そして図の左側の部分が泣いていない期間、右側がぐずったり泣いている期間を表しています。まず最初の試みとしては、この泣いていない期間から泣いている期間にかけて、こういった運動とか心拍の各指標はどのように変化しているかを検討することにしました。それででは現在まままに分かってきた結果をととめますと まず手足の動きについては、ぐずり出す前に比べると、ぐずり出してからというのは、動きの量が大きくなる一方で、動きについては非常にぎこちなくなりまして、左右の足の協調性が低くなることが分かりました。一方、心拍数を調べてみると、泣いてからは心拍数が上昇する一方で、心拍の揺らぎ、つまり変動変、心拍の変動が全体的に減少していることが分かりました。 特にこの心拍の揺らぎのうち呼吸のペースで揺らぐその揺らぎの大きさというのは副交感神経の活動を反映していることが成人の研究では分かっておりましてこのような赤ちゃんで見られた揺らぎの現象というのはもしかすると赤ちゃんの心身の緊張度の高さを反映している可能性がありますさらにこの手足の変化と心拍の変化については非常に相関が強く密接な関連にあることも分かってきています こちらはまだ検討中のののの段階でですすが泣きの前後のサーーモグラフィーの画像です明るい色になっている部分ほど高い温度であることを示しているんですけれどもこれはどちらが泣いている時の画像でしょうかと実はこれは右側が泣いている時なんですけれども体や周囲の温度が非常に高くなっていることが分かるかと思います。 この画像だけですとあまりよくわからないところもあるかと思うんですけれども同時に末梢部に関してもセンサーを使って体温を測っておりまして体の中心部はこのように体温が上がっている一方で末梢部に関しては相対的に体温が低くなることも確認されておりまして今後このような体温の検討も進めていきたいと考えておりますそして最後に今後の課題なんですけれども現在明らかになっている泣いている時の体の動きと生理的な変化の関係性が まずは発達的にどう変わっていくのかということが一つの課題です例えばと年長のお子さんですとじっとしたままあの動くことができるようになったりあるいは要求を伝えたりするためにあえて泣いているふりをするようなあの行動を見られるようになってくるかと思いますそういった泣き方の多様化あるいは文脈の多様化というのが脳の発達とどのように関連しているのかということを検討していくことも非常に重要な課題かと思います さらに、泣きが生じる前後のプロセスをより詳細に明らかにしていくことによって、例えば泣きの予兆のようなものを捉えることができるかもしれません。そうした知見を、例えば新生児の医療や保育現場などに応用していくことについても、大変重要な課題だと考えています。また、こうした科学的な研究を通して、赤ちゃんの泣きが運動や生理機能、あるいは感情の発達に果たす役割など、 赤ちゃんが泣くということのポジティブな側面についても明らかにしていけたらと考えています続いてご紹介するのが赤ちゃんの眠りについての研究ですこれは玉川大学の佐治先生たちを中心に行っている研究なのですがご覧のように前に映っている赤ちゃんの写真を見てそれぞれ寝顔や寝姿からどのような眠りをしているかわかるでしょうか なかなか難しいのではないかと思うんですけれどももしかすると熟練の保育士の先生方の中には寝姿だけでは大体分かりますという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども私も含めて多くの方には見分けがなななかつかないかかついいと思います実はこの赤ちゃんのそれぞれの眠りの際の脳波を測ってみますと実はそれぞれ全く異なる波の形つまり脳の活動をしていることが分かります。 左側からアクティブスリープつまり成人でいうところのレム睡眠に近い脳波のパターンを示しています一方で真ん中や右の脳波に関してはクワイエットスリープつまり成人でいうところのノンレム睡眠に近い脳波を示しています特に一番右についてはいわゆる深い眠りの時のパターンに近い波の形をしていて非常にゆったりとした大きい波が波を示していることがわかるかと思います つまり脳波を調べますと見た目は全く同じに見える赤ちゃんの眠りについてもその時々の眠りの質や型のようなものが分かってくるわけです赤ちゃんの眠りについてはこれまでは主に就寝時間や起床時間睡眠時間といった睡眠の行動学的な指標を用いて評価されてきましたただそれだけでは赤ちゃんの眠りの質を十分に理解するのは難しいと考えられます 特に今この佐治先生たちを中心に取り組んでいるのが生後2ヶ月から生後3ヶ月にかけて赤ちゃんの睡眠の脳波がどのように変化しているのかというテーマですこの時期の急速な脳の発達やさまざまな行動の発達を理解するためには睡眠の生理学的な指標による赤ちゃんの眠りの方の発達プロセスの検討が非常に重要になってくるかと思います このように外側から見ただけでは分からない現象を明らかにすることこそ、発達を科学的に研究することの重要な意義の一つだと言えるかと思います。それでは最後に赤ちゃんの発達の計測手法を開発する試みについても簡単にではありますが、ご紹介させていただきたいと思います。まずはこの右下に映っておりますセンサー赤ちゃんセンサースーツの紹介になります。まず開発の最初の動機としましては、赤ちゃんの活動を計測しようとしたとき、 例えば、日常で赤ちゃんが抱っこされている際の動きを測ろうと思ったときに、既存の加速度センサーを赤ちゃんに取り付けると、養育者のお母さんたちの動きの成分も購入してしまい、正確に赤ちゃんの動きを測れないといった問題点がありました。そこでその解決方針として、赤ちゃんの運動成分のみを抽出することが可能な赤ちゃんにとって快適かつ安全なモーションキャプチャースーツの開発を目指しました。 こちらは東大発ベンチャー企業のゼノマさんが既に開発されておりました成人用のモーションキャプチャースーツです。これはスーツの伸び縮みから動きの量を数値化することができるもので、普段着のように着ることができて赤ちゃんにも負担が少ないということで、こちらの赤ちゃん用スーツの開発に注目いたしました。でまあ、こちらの左,左下の図が赤ち,ゃんのえ赤ちゃん版のスーツですね、と赤ちゃん版のスーツのイースキンクーでして、えさらにこの開発されたスーツを 多賀研究室に妥当性検証実験を行っていただくことによって、乳児の運動のみを安全に計測することが可能になりました。可能だということが確認できました。つまり、これによって例えば抱っこされている時の赤ちゃんの動きを数値化見える化することもできるようになったということです。続きまして、乳児用のソニフィケーションシステム開発プロジェクトのご紹介です。 ソニフィケーションというのは聞き馴染みがない方も多いかと思いますが、体の動きを過聴化、つまり聞こえるようにするということで、こうした技術を通して赤ちゃんの新しい音遊びを探ろうというプロジェクトです。こちらも田賀玄太郎先生、さらに慶応大学の藤井信也先生との共同プロジェクトになります。このプロジェクトの中で取り組んでいる課題としては、人が音楽をいつから楽しむようになるのかというテーマです。 先ほどご紹介した赤ちゃんの泣きの研究でも3か月以上対象にしていましたが実はその頃の赤ちゃんでも音楽に合わせてリズミカルに体を動かすなどの反応を見せる赤ちゃんも一定数いましてこの頃からすでに赤ちゃんは環境との音声を介した能動的な関わり合いをしていることが明らかになりつつありますそこで私たちは先ほどの乳児用センサースーツの開発の発展ということで計測した体の動きを今度は音声に変換するシステムの開発に取り組みました それによって赤ちゃんの音遊びのようなものを促し赤ちゃんの音楽の起源にも迫ることができるかもしれないというふうに考えていますと簡単にですがこのプロジェクトで行っている研究についてご紹介しますまずこれまでに行ってきた取り組みとしましてはまず手始めにエアドラムというドラムのスティックの先につけて演奏ができるセンサーを応用した研究を行いました それを赤ちゃんの手足につけさせていただき、手足を動かすと、どんどんどんと太鼓の音が出るようにしたときに、赤ちゃんがどの,ような手足どのように手足を動かして音を鳴らそうとするのかということに注目しました。こうした検討で分かってきたこととしては、赤ちゃんは徐々に手足の動きを増加させていくということ、さらにその動きのリズムが規則的で構造化されたパターンに変化していくことが分かってきました。 とこうした検討から赤ちゃんの音遊びの始まりのようなものを捉えることができないかということで、現在検討を進めているところです。また少し異なる角度からの取り組みとしては、赤ちゃんがどのような音を鳴らすのが好みで、あるいはぐずりにくいのかといった検討を行っています。で、さらにこの赤ちゃんが実際に鳴らした音を楽譜化して、赤ちゃんはどのような演奏をしているんだろうかといった検討も行っているところです。 これらの研究については関連シート研究として本日安田コードの回廊でポスター発表しておりますので、もしご関心がありましたら、ぜひご覧ください。また最後に少し宣伝になりますが、セデップでは東京大学本郷キャンパスの研究室で、乳幼児のお子さんを対象とした調査を今後新たに行っていく予定です。 乳幼児の認知能力や情動の発達、養育者との関わりを調べさせていただく予定で、アイトラッカーと呼ばれる視線の計測装置や、ウェアラブルデバイスによる生理仕様の計測を中心に行います。こちらもご関心がありましたら、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。最後に本発表のまとめと今後の課題ですが、まず、赤ちゃんの発達科学。 発達がう研究の意義としては、サイエンスとして、私たちの心身、社会、文化に対する新たな視点の提供や理解につながる可能性があるということです。そしてこうした研究は、同時に保育、教育現場への応用や、政策提言にもつながるということで、例えば睡眠発達の理解については、睡眠環境の整備、あるいは泣きの理解については、保育環境での乳児のモニタリングの改善にもつながっていく可能性があるかと思います。 今後の課題としましては、こうした赤ちゃん研究を社会にとって本当に意味のある形で発信するために、どのようにすればいいのか、今後も検討していく必要があるかと思いますし、このあらゆる学問は保育につながるというあのセデップのキャッチフレーズのように、今後も学際的、分野横断的な発達研究を進めていき、保育現場への還元につなげる活動を継続していく必要があるかと思います。 実はこうしたテーマについては、先月、アメリカのフィラデルフィアで行われた国際乳児学会でも、ビルディングブリッジーズというフレーズで課題として掲げられておりまして、今後、私たちセデプとしても、こうした課題に引き続き取り組んでまいりたいと思っております。それでは私の方からのご報告は以上になります。ご清聴ありがとうございました。